さっき言った通り、そのアートインクルージョンっていうのは、あのこの、ね、アドレスでアクセスしてもらえれば、ホームページに行きます。そこで、この動画であったりとかね、あとはつぶやきのツイッターであるとか、人がいたら、いろいろとね、長町のキーワードに載ってきますので、まあ、そういうものもぜひ参加してもらいたいと思います。はい、それでね、ちょっとメンバーも紹介しますね。この間も参加してくれた、うちの研究室のモンゴル出身の朝青龍の、ね、相撲が本当に強いです。モンゴル相撲でやってますから、本当に強いです。はい、そして今日参加してくれるのが、同じまあ、ミミックスのメンバーで、いろいろコンピューターに、ね、担当してもらっています、門脇さん。お疲れ様です。コミュニケーションをテーマにして、いろいろ街の中でもね、プロジェクトを展開している人で、鳴子の方であったりとか、東京であったりとか、いろいろと今活躍している人です。で、今回もそのアドインクルージョンに参加して、長町チャンネルっていうのをね、展開しているので、今日いろいろ映像を撮ってもらうのは、その一環で、活動紹介ということで、映像が出てきます。はい、それで、スタッフは熊沢みんなね、今日来てもらいますが、手順としてはこの間の続きを、やります。で、予定ではこの時間でできるだけもう完成できるように進めてもらいたいと思います。非常に細かいところがね、もし時間がなかったらそれは後で。もう時間作ってもらってやる気がしないんですけども、はい、で今日のスケジュールなんですが、この間、ね、こんな感じで下書きをしてもらって、心電子検査というのがあるんですね。足の長さ、足の長さとか、幅とかね、手の長さとか、下から何センチとかね、でその辺を測って、頭もあまり大きすぎてダメなんですね。でそれをクリアしたら心電子検査をパスということで、引っかかったら心電子検査をやり直しということになります。で心電子検査がパスした人はこちらの方の段ボールカッターというのを貸し出しますので、これで今日くり抜き開始です。そして、こちらの方の手の方も今4本ありますから、これを2本にしないといけませんので、右の方が上に来るようにというわけで、こちらの方は逆の方は右側を外すみたいな感じで、整えていきます。はい、そして裏の方ちょっとね、手が弱いので補強したりとかね、足の方補強したりとか、その辺は聞きながら、進めたいと思います。あとは色付けです。回しのところをね、色付けるとか、手のところをちょっとマジックで立つとか、いろいろやります。で、使うものはこういうマジック、またこういう色のガムテープが何種類かあります。これでもこう綺麗にね、貼ることができます。あとはこの色の画用紙、こういうものをこうハサミで切って、のり付けして貼っていっても構わないです。何でもありです。チズランテープで髪の毛みたいなのも作っても構わないし、色紙使っても構わないし、絵の具もあります。思い思いのもので、作ってもらいたいと思います。では時間が今、ね、もう10分ぐらいなので、12時までには終わりということになりますので、協力して、ぜひ、協力して、楽しくかっこいいものを、かっこいいものを作りましょう。作りましょう。何か質問ですか？はい。前、グループ分けをしたんですが、前回いらっしゃる方の一つさん、こちらの三つ作家様のグループに入っていただきます。よろしくお願いします。はい、じゃあ各グループの方にもスタッフも入りますので、いろいろ遠慮なく聞いてください。はい、じゃあ質問がなければ、早速作業の方にじゃあ入りたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。切る方だね。はい、切る前、すいません、心電子検査はこれ切る前の段階ですね。あ、そうですね。いや、切る前に心電子検査。心電子検査があります。はい、はい、じゃあ心電子検査で、これで、あ、これで、そう、心電子検査がということで、こちら就労支援センターホップ、特
で、非営利活動法人ホップの森さんが運営するこの就労支援センター、ホップで、例えば美術ワークショップが行われています。これは11月13日に行われる、第1回アートインクルージョン in 長町で行われる、小菅1-16さん、によるどんどこ巨大紙相撲長町場所のための力士作りを行っているわけですね。でこの力士、実は新弟子検査というのがあります。どういうことかと言いますと、それぞれですね規定がありまして、例えばですね、長さが大丈夫かどうかは今決めてもらわないといけないので、身長ですとか、頭の大きさ、腕の長さ等々、規定があるんですね。その中で作らないと失格になってしまうと、ということで、今作っているこの新しい騎士たちもその新弟子検査を受けパスしたものだけが、どんどこ紙相撲に参加できるという、こういうことになっています。このグループは比較的もうすでにですね形が見えてきていますが、ちょっと画面では分かりづらいですが、顔が電車、回しが線路、足が新幹線になっています。ロボトレインという名前だと先ほどお聞きしました。新弟子検査、新弟子検査が行われています。新弟子検査が行われています。新弟子検査は合格でしょうか。さあ力士は一体合格できるんでしょうか。緊張の一瞬ですね。モンゴルから来たチムトさん、真剣に、今その長さを測っています。ただ角度は変えれるので、そうなんですね。この角度が中すぎるんだったらばもうちょっと今は前からでしょうか。この角度はちょっと変えてもいいですかね。角度はそれが作戦なのでまっすぐだとダメなんですね。そしてこちらロボトレインはすでに切り出しが終わり、さまざまな調整が行われています。宮城教育大の村上隆先生の方からさまざまなアドバイスが行われています。これ片方の手がいいんですよね。はい、右が上、ちなみにこの小菅1-16さんのどんどこ巨大紙相撲、この仙台では仙台メディアテイクですでに2回ほど、場所が行われています。私が聞いたところによりますと、この仙台場所でこの新弟子検査というですね、発想が生まれたんだとお聞きしています。ということで、さまざまなですね、個性的な力士が生まれる中、こんな感じです。さまざまな個性的な力士が生まれてますね。新弟子力士の、なんと言いますか、またなかなかいいですね、これね。本当に人間と同じ大きさですね。